もしもし、お疲れ様です。はい、さっきトラック1台分くらいですかね。はい、お見積もり通りの金額で。そうですね、片付け自体は 2,3 日くらいかかりました。あ、いえ、意外と一人でも大丈夫でしたよ。はい、まだ間に合うよ。やっぱり一回戻ろう。こんな最後って最悪すぎるよ。そしたらレミさんとリョウさんの記憶を消した意味がなくなるじゃないですか。本当に一瞬でいいから。ほら、みんなも最後の挨拶くらいしたいでしょ。ある意味暴力だよ、それ。二人に全て事情を説明してちゃんとお別れを告げました。はい、涙の挨拶も無事終了。めでたしめでたし。でもその後はまた記憶消すの？もしその後の後に言い残した言葉を思い出したら、また最初から説明してもう一度記憶消すんでしょ。私たちの都合ばっかり押し付けられないよ。じゃあ今までの時間は何だったの？梅ちゃん、こうやって全部なかったことになるんだったら何もいいことないじゃんか。譜の歌も3分の1までしか演奏できてないし、畑野さんは一生魚食べられなくなったし、麦ちゃんはさっきずっとバスで泣いてたし。あの、確かに泣いたんですけど、でも、いや、だから今必死に自分で自分を洗脳してるというか、記憶が万能ではないって。麦にしては珍しいね。ほら、痕跡とか慣れてしまった習慣とか、記憶がなくなっても残ってしまったのはあるじゃないですか。もうそういうのを信じて任せるしかないなって。それに私すごく悲しいんですけど、今一方ではですね、こんな悲しい思いを相手と分けずに済んでよかったってそう思うんです。少しはホッとしてるんです。それは愛だね。ここにあんのよ。そうね。そんなことよりさ、すごい話があるんだけど。やっぱり不法侵入。違うって、俺は亡くなったことにも気づかなかったし。でも一緒に飲むのも1ヶ月ぶりとかでしょ。さあ、それより本当にすごいことがあったんだよ。実はこれだけじゃないんだよね。これも気づいたら置いてあってさ。これ堀内じゃん。
え、私？なんでわかるの？オーラだね。燃えてるかかしかと思ってた。それより俺の話ついに見ちゃったんだよ。え？ UFO UFO また始まった。いや、今度ははっきりこの目に映ったんだから。しかもさっきここ来るとき近くに砂丘あんじゃん。そこ通ってたらこう俺の頭の上をギリギリに飛んでったんだよ。一瞬だったけど思ってたより小さくてめちゃくちゃ可愛かった。ちょっと祝杯。ビールでいいよね。お願い。だから無気になってばっかみたいじゃん。無気になってこともみたいじゃん。マイヘアみたいなロックバンドの歌詞くらいめめしい人も見る。誰かに教えてもらってそれを僕に教えて頭なしに否定してこっそり後で聞く流ればいいボイスもシュリスペイロフもいいねと君に言えるような寛大な心が欲しかった。